この爪の上に引っかかってるのをちょっと上に上げればポコンと外れるみたいです。この爪ですね、この爪を持ち上げればポロンと取れました。これで取れた。ああ、ここ切らなきゃダメだな。取れた。よいしょ。これが DPF ですね。カバーがもちろんついてますね。で、こっち側がタービンですね。そしたらまずこのカバー外しましょう。確か全部遠見りだったはずです。そうした。さあラスト1本がここにある。はい、ネジ4つ取りました。取るとカバーが見えてきましたね。右側に見えるのがターボで、左側のこのサビサビのが DPF ですね。この上側に見えてるこの2つのボルト、それからここのステー、ボルト3本で止まってますね。それからそのさらに下のボルト、これを外せば上側はいけるはずです。それからこの差圧センサーかな、このパイプを切っておきましょう。で、今ここに見えてるバンド、これ2つが差圧センサーのパイプですね。はい、この辺を切る必要がありますね。やっと抜けた。差圧パイプ2本取りました。取ったぞ。やっと取れた。 L 字のステーですね。ここがターボチャージャー側についてて、こっちが2つがエンジン側についてますね。さあラスト1本。長いボルトを取ったぞ。あと2つ、これを取っちゃおう。あ、もう1本あった。もう1本あった。
との思い出。ケーブル2つ抜けました。本丸と言ってもいいかな。マフラーのフランジを外します。ロングソケットじゃないと入らないね。回った、すげえ。もう一箇所行ったかな。行った。抜けた。マフラーハンガー落とすとさらに、おお、下がった。外れた。これとこれ、これとこれ外していくぜ。こっちが奥側の方ですね。こっちが奥側の方で割と短い、こっちが手前側の方ですごく長いボルトでした。これでもう DPF を支えているものはなくなったはずだぞ。外れた。よしよし、ついに DPF が外れました。もう外取れました。やったぜ。取ったの。取り外した DPF ですね。ここはもうすすだらけになってますね。指を突っ込む、ここもすすだらけになってますけども、はい、こんな感じです。中はすすだらけになってます。